こんばんは、慎吾チャンネル、大村慎吾です。のみです。このチャンネルは、シンクロの波に乗って豊かな人生を生きていこうというチャンネルでございます。今日は、はい。2020年の1月の13日に、竹野内すくねさん、第はい。73世竹野内さん、むっちゃんがお亡くなりになった命日でございます。1月13日、忘はい。れられませんね。すごく、よく、していただいて、仲良くさせていただいたむっちゃんなので、またここでね、むっちゃんのことを、ご冥福をお祈りをしてですね、元気にやってる？むちゃむっちゃんっーん、なんかて、さっきね、ミバシ、イト、まミあ、シか、コンかラッなんプか、現象のような音が音がししたたんんでですすよよ。ねもう、配信をするちー。ょうど5分前ぐらいですかね。ああ、むっちゃん来てる来てくれたんなじゃーっないですては、か？ね、思っおて。まさーんって。外来されてるしくれ。もうね、むっちゃんだから、そんなしんみりしたくはないんですよね。むっちゃん、本当に、楽しく、面白く、そして、見識に富んでる、非常に、もういい方だったと。愛すべ愛き、すべき。本当に愛すべきそうではすい。ね。だったなというふ愛うされにてますよ思いね。ます。で、あの時、1月の、13日にお亡くなりになったという、一報が届きまして、それで、本当って信じられなかったんですけど、それからちょうど、今のね、コロナがだんだんこう流行ってくるようになって、で、ちょうど、13日、で、ちょうどその週か1週間ぐらいしてからですね、中国の方で大変なことになっているということになって、で、もうその時にちょっと僕ピンときたんですよね。で、これもしかしたら、むっちゃんって、疫病のことですとかね、崇徳天皇、崇徳上皇のことだったりとか、そんなことをお話をされていたので、もしやこれは、と、むっちゃんが命を引き換えに守ってくれたんじゃないかなと、身を挺し日てっ本てをこのね、ことかと。というふうなことをね、ちょっと感じたですよね。旧正月というね、中国の。が、今年、確か1月22日なんですけど、3年前1月23日だったんですよ。そのくらいの時に、どっと、多分、やってきた人やがっね、てきて、人が入ってきてっバッていとう広まっ頃たと。で、だったんじゃないかなと思うんですけれども、そうなんですね。それで、3月の20日だったかな、に、しのぶ会が、ありまして、で、私もしのぶ会に参加をさせていただいたんですよね。で、そこでですね、ちょうど、三宅の、武田さんの、武田、常康常康ささん、のですね、そこで武田常康さんのビデオが流れてなかったのかな？武田常康さんの、そこでじゃなかったかな？そう、武田常康さんのことが話題になったんだったっけな？があったんですね。それは何かというと、武田常康さんが、怨霊になった、それは全然武田さんの放送でですね。そこで、武田さんの放送でもなってんけど、その時にもそういう話題をしたんですよね。で、武田さんは武田さんの放送の中で、むっちゃんが亡くなったっていうことを聞いて、それで、むっちゃんのお話で、が、もう大部分を占めたという、配信の時があありっまたんしですけた。ど、それはどうしてそんなことになったかっていうと、武田さんが、怨霊になった天皇だったかなっていうご本がありまして、その本を、執筆して、編集をしてて、やってる時に、その編集会議みたいなことをやられたというふうに、確か言われてたと思うんですけど、武田さんと、そして編集の方と、それでそこにむっちゃんも来ていただいなんて、か相談というか。検証を一緒にしてもらったのか、そういうことで呼ばれたんですよね。で、その時に急にむっちゃんがいたって言って、あって、ほっぺたを押さえたら、血がブワーって流れ出てて、いや、ピューで、別に何にもない。何にも何起きてになもい。起きてないのに、かまいたちにやられたような感じで、むっちゃん、
結構深い切り傷のようなものがあって、血がピューって飛んだっていう。血が飛び出し、吹き出したみたいなことをっていうようなこともあったりとかして、ね、うん、それで、その武田さんがその執筆をされているパソコンの具合がもうよく、うん、すごく調子が悪くなったりとか、うん、プリンターをしようと思ったらプリンターが壊れるとかっていう、うん、まあ、そういうようなことが一連あったというね、はい、ことが、まあ、あったわけなんですけど、そんなことがありましたよっていうことをお話をされていたんですが、うんうん、あのなんと、むっちゃんの、改名の名前がですね、うん、スドクという、ゴースドクというね、うん、あの改名がついてるんですよね、はい、うん、でスドク、上皇という方は、うん、まあ、怨霊になった、うん、日本で三大怨霊になった人がいるというふうに歴史的に言われているわけなんですけど、はい、これは菅原の道真、そして平の、平の清盛じゃないや、正門、平の正門、そしてスドク上皇と、うん、いうことで、この3人がですね、怨霊になったと言われているんですね、うん、でこの須徳上皇と同じ御須徳という改名を、うん、むっちゃんは生前からもいただいていて、ね、自分で希望されてたんですか。いや違うんじゃないですかね、もうその改名通り、通りというかね、改名通りというか、あ、通り、はい、それで、まあ、お亡くなりになられたわけなんだけど、うんうん、その須徳、上皇っていう方は、まあもう本当にこう、まあ、無実の、まあ、言いがかりみたいなことをまあ言われてですね、そして徳島の方に、四国に流されて、四国でお亡くなりになったわけなんですけど、最後はこう怒りがもううわーってもう湧き起こっていて、それでこう皮膚から血を流してね、亡くなったっていうふうな記述があるんですよね。で、いや、むっちゃんも血吹き出したな。ね、もうなんかシンクロという感じというよりも、もうむっちゃんそのもの、なんだろう、やっぱりこう歴史を背負って生きてきた方なんだなという。それでですね、しんこさん、はい、今チャットがありまして、はい、筒井さん、あ、筒井さん、筒井さんから、はい、あの筒井さん忍ぶ会で、はい、お会いになった方ですけども、はい、間違えました。忍ぶ会で YouTube が流されていました。あ、やっぱりその武田さんの V が、はい、あ、そして、ええ、チャンネルむっちゃん、あ、どうも、どうも、お久しぶりです。徹子さん、むっちゃんが来た、むっちゃんが来たと思ったけど、むっちゃんが来たかな、奥様ですよ ね、ええ、どうもお世話になりました。もう本当に今日という日はね、もうね、もう11月の13日はもう忘れられない、1月の13日はもうね、奥様も今日は本当にね、お忙しかったかもしれませんけど、うん、ね、まあ、そんなので、それで、はい、まあ、須徳上皇もですね、はい、まあ、その、まあ、怨念となったということで、うん、こう病が流行ったりとかっていうこともあったわけなんですよね、うん、でそんな折に、うん、まあ、1月の13日にお亡くなりになって、うん、むっちゃんが、うん、はい、そしてコロナなので、うん、でその、そのビデオでもそうだったんだけど、はい、むっちゃんはそのお祭りとかね、うん、そういう時に、まあ、御柱のお祭りとかあるじゃないですか、うん、はい、御柱のお祭りとかで、木落としの時に氏子さんが乗ったりとかして、うん、で、まあ、よくよく怪我される方とか、うん、亡くなる方がもう昔からずっといるわけですよね、うん、でそんな時にこの歴史的にこの最近になると、うん、そのお祭りで人が亡くなるとかね、うん、そういったことって安全上の不届きだとかね、うんうん、ちゃんとそういったことがされてないんじゃないかっていう、うん、すごい表面のことで、うん、こう表面上起きてる事象というかね、うん、なんかこう、なんやろ、なんていうのかな、杓子定規のね、うんうんうん、見解をしたりとか非難をする人が、うんうん、まあ、いらっしゃるわけなんですよね、はい、で、まあ、それはそういう意見も出るのも当然なんですけど、うんうん、そういったこともでもその昔から伝わっているその祭りというものは何のために祭りをするのかと、うん、はい、それはまあ地域のため、ひいては国のために、彼らはお祭りをしてるんだと。だからそのもう木落としの時に木に乗る時っていうのはもうそんなことは起こるということももう分かった上で、それは何て言うんだろう、人間として分かっているのか、もうスピリットとして分かっているのかっていうことは、うん、もしかしたらあるのかもしれないけど、うん、そういったもの覚悟の上でやってるから、もうそれでお亡くなりになったとしたら、それはもう、まあ、言ったら
喜び、ね、喜びであると身を呈しているんだというふうなことをね、すっごい力説してたことがあったんですよね。諏訪に行った時もおっしゃってたような気がするし、それでそういうふうに感じるとね、あのむっちゃんがただむっちゃんが亡くなるわけはないなと、そうですね、と思うんですよ。なのでこうむっちゃんが身を挺して、はい、まあ、日本がねそのコロナでぐわっと、うん、あのすごくいい状態になるっていうことを、まあ、むっちゃんが死をもって、ね、止めたんではないかというふうに、うん、まあ、僕は信じて疑ってないんですけど、うん、まあ、そういうタイムリーなことがあったということです。本当に思いました。であの今日私告知の時の写真にも使ったんですけど、はい、あの伊勢ツアーに行った時に、はい、病み上がりで、はい、インフルエンザ上がりで、そうです。で、だけど、僕は、まあ、インフルエンザ治ってると思いますけど、うつりたくない方は僕に近寄らないでくださいとかって、しもちゃんがその DVD の中で言ったら、うん、むっちゃんが、大丈夫です、ここで生きぼったりさんしますって言って、えいと言ってくれた、そのポーズの写真を今日、Facebook に載せたんですけど、すごい象徴的なね、うん、まあ、陰を切ってくれたとか、はい、そういうポーズを載せたんですけれども、本当にそういうことをご存知の方じゃないですか。こういう時はこうするっていう、うん、まあ、科学的ではないと言ってしまえばそれまでですけれども、うん、いや本当に ね本当に面白いって本当に面白いってやったからちょっとだけちょっとあれ、はい、していいですか、はい、ちょっと気になって、あ、なんか画角が気になっちゃった。本当にね、面白い人やったな、うん、はい、もうなんかあの、うん、むっちゃんの頭の中にあることとかね、うん、なんかこう感じることとかね、うん、でもほんまにもっと聞いとけよかったと思う。本当にそう思います。私が本当に悔しいのはなんていうんですかね、オフの時のオフというか、オフショット、オフというか、何度もお会いしてるんですよ、うん、事務所とか、うんうん、あと実は一度ライブに来てくださったりとか、うん、だからお話もしたことあるし、直接ね会ったこともあるんですけど、こうマジのこうむっちゃんが案内してくださってるツアーに行けなかったっていう、うん、そうなんやね、うん、講演会はね一度だけ、うん、行かせていただいたんですけど、うん、聞きたかった現場で。面白いよ。うん、皇居の話とか、うん、伊勢神宮とかもついてきたかったって今になれば思いますけどね。うんうん、まあ、ほんまね、いろいろ面白かった。いろいろ面白かったよ。いろいろ、うん、もうそれまあむっちゃん、まあ、むっちゃん先生ってみんなに言われてますけど、うん、講義もね、いろいろやってらっしゃったし、セミナーもやってらっしゃったし、そのツアーだけではなくて、いろんなところで活躍されてましたけども、うん、しもちゃんも本当に多くの場所に一緒に行かれて、で、ね、一緒に行きましたね。で、宿泊もね、宿泊伴って一緒には寝てへんけどね。まあね、宿泊も伴ったとかもあったから、ね、その、なんていうの、かなり、こう濃密なね時間も一緒に過ごしてきてると思うんです。むっちゃんって、うん、ホスピタリティがすごいのよ、うん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 、それでまあ日帰りにしても、うん、一泊二日の旅行にしても、うんうん、まあ日帰りやったらランチがあったりとか、うんうん、でまあ一泊二日やったら夜ご飯を食べたりするやんか、うんうんうん、その時にねもうすごいねみんなのところに、ね、サービス、うん、行ってね、うん、お話をね、うん、されるんですよね。これはね、本当ね、見習うべきだと思いますよ。すごい、ほんまに。も私も含めてですけども、すごい。これね、市長様もそうです。そうやね。本当にああいう方たちって、もその時その時のそこに集う人を大切にするっていう思いがすごく強いんだと思います。うん、なんかね、多分むっちゃんって、うん、なんやろ、こっぱずかしいとかね、うん、恥ずかしいなとか、
あの人がどう見てるとかっていうことってね、多分一切考えてない、うんうん、一切っていうのはじゃあかもしれない、うん、あんまそんなこと考えてなくって、はい、純粋なんですよ、うん、で自分があもうこの人となんかこう、うん、あのホスピタリティをねこの人のなんか、はい、なんかしてあげたいと思ったら、はい、もうそのままバーっていくんですよね。もう慎吾ちゃんもその域でいいと思います。ちょっと気使ってるところがあるので、気使うから、ね、僕ね、もう私はもうむっちゃ安全性みたいになればいいと思います。僕ね、もう今更、今から思うとですね、うん、むっちゃんに気使わへんかったらよかったと思って。それはそう思う。私もそう思いますよ。うん、で、まあ、むっちゃんやっぱりさ、うん、第73世、竹内宿根、ねはい、やんか、やっぱり。うんうん、それで、やから、うん、僕あんまり、うん、あんまりベタベタしたあかんと思ってたよな。ベタベタしとったよかった。あのね、多分ですけど、飛び込んだら飛び込んだ分受け入れてくれるんですよ、うん、あのああいうね、うん、あのいつも出して失礼ですけど二条さん、私はですねちょっと礼儀を変えてるんじゃないかっていうぐらい飛び込むことがあるんですけれども本当に受け入れてください、ね、まあ、ほんまね、うん、まあそう思うな、うん、だって私たちのライブに来てくれたんですよ。うちはそうだね。ライブに来てくれなんかさ別に来ないだろうなと思ってもいややるんですよって言ったら、あのね、奥さんですね。ね、来てくださってね。まあ、ベロンベロンになってめっちゃ酔っ払ってたけど、酔っ払って楽しいことも起きた、えって思うことも起きたけどね。で、人の舞台のようにガーッて上がっていっちゃってね。うん、その演目が、むっちゃんが好きな、好きなタイプだタイプの演目だったんですよね。まあ、語りだったわけですけども。ね、で、その語りの人が、うん、そこそこ、超プロです。そこそこ、超プロです。あの、知られてる。はい、まあ、そこ知られてるのはそこそこ、うんうん、あの FM 東京 FM の、はい、まあ、今はフリーです、ね、アナウンサーの方で、うん、声を聞いたら分かる人もいらっしゃると思うような方なんやけど、はい、その方に、うん、あのこう朗読みたいな朗読劇みたいなことを ね、 ね、うん、していただいてたんですけど、うん、そこにもうその登場人物になりきって舞台に上がってきて、おらそうまないみたいなね。まだ終わってないからさ、みたいな。うん、君の言い分もわかるよ、みたいなさ。でもね、今まだ、ね、途中なんだよね、これ、推理の、みたいなさ。でしかもそれが推理小説の、なんか、推理小説の作り方っていう、またちょっと面白いね。その殺人事件を推理するならば、こうやるべきっていうので、おらそうまないって、舞台に上がっていくっていうね。超面白かったね、あれ。あのね、本当にほとばしること、ほとばしるっていう形容詞が、むっちゃんにぴったりですね。そうですよ、うん。もう会えないと思ったら寂しくてね。本当に私ね、悲しいというか、寂しいですね。関係者の方から連絡が来たときは、まあ、唖然として、顎が外れるっていうのは、なんていうの？顎が、何が起きたのかちょっとわからないみたいな感じと、その後こうどん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 悲しくなったんですけど、今は寂しくて仕方ないですね。寂しいよね、うん、まあバシッて言ったからね、来たからね、来たからね。いつも見てくれてるとは思いますが、うん、で今日ね、見てくださってる方もきっとそういう思いでいらっしゃることと存じますが、ね、で白峰先生の夢枕に出たからね。そうだ、それ去年の今ぐらいですよ。ちょっと前や、うん、え、去年今ぐらいじゃん。あ、命日だったのかな。命日やった時やったんちゃうかな。で、小村さんを何とかしてやってくださいって講演会をうちで主催させていただいた。そんな言うてくれはったから、うん、ねえ、むっちゃんきっとね、小村さん頑張ってくださいって多分見守ってくれてるんですよ。うん、夢枕に立つって、私の夢枕にはまだいらっしゃる。僕らのところには立ってないでしょ、うん、その白峰先生というところに、むっちゃん出て行きはって、うん、それで、僕のことをなんとかしてやって、うん、作ってやってくれ、作ってやってくれみたいなことを言われたっていうね。いやー、もう本当語り尽くせないですけども、はい。それで、うん、で、まあ、むっちゃんね、まあ、むっちゃんもご存知な方、多いかと思いますけど、うん、はい、そのむっちゃんの書いた本とかね、うん、そんなことをね、ちょっと紹介をしていったりもしようかなというふうに思いまして、たくさんのご本書かれてますね。それで今日はこの、ま
むっちゃんといえば竹内文書でね、はい、竹内文書がもう、まあ、出てくるじゃないですか、はい、で竹内文書の正統竹内文書の謎っていう、うん、あのご本を、まあ、出してらっしゃいまして、はい、で、まあ、この本からですね、うん、まあ、第73世竹内宿根さん、うん、そして竹内文書というものはどういうものなのかっていうことをちょっと何回かに分けて、うんうん、はい、今日のご紹介をしていきたいなというふうに思っております。はいはい、まあ、もう知ってるよっていう方も多くいらっしゃるとは思いますが、うん、まあ、全然知らないよっていう方の、うん、ためにですね、まあ、非常に、僕は稚拙な、ではありますが、ちょっとご紹介をさせていただきたいというふうに思います。はい、2つの竹内文書というふうに初めあるんですね、はい、これね。で、2つ、うん、というふうに思われると思うんですが、一般に竹内文書というふうに言いますと、はい、これは竹内清麿さんという方が、保持していたという文書、を、まあ、指すというわけなんですね。で、しかしですよ、この竹内清麿さんという方は、竹内家とは違う関係のない方なわけなんですよね。で、この、竹内宿根さんが、まあ、持っていたと言われる、うん、この竹内文書というものはですね、その内容は古墳時代の人物である竹内宿根が飛行機に乗って世界一周をしたり、紀元前後に活躍したイエス・キリストが水仁天皇の時代3世紀頃に来日したりと、うん、SF 小説としては面白いが内容にはかなり無理のあるものなんですよということで、うん、とはいえそういったものが、うん、原型がと言えるものがなかったというわけではない、うん、これがね古史古伝の面白いところで、うん、これは偽書だというふうに言われる可能性は高いんだけど、うん、原型はどこかにあるから全く無視というわけには、うん、偽だよって言って全部否定するっていうわけには、まあ、いかないんですけど、うん、まあ、原型というものは、まあ、どこかにあるんですよね、うん、ということなんです。で、実を言うとそこそこ古史古伝と呼ばれる一連の、書籍群の、解説には難しさがある、うん、ということは、必ずしも全部嘘ではないということなんですよね。で、この茨城のですね、その系図っていうのにはこう見ていくとですね、まあ、すごい、まあ、矛盾が出てくるんですって。でそれは、まあ、僕たちから見ると詳しくね、うん、そんな系図なんか見ていかないので思わないかもしれないですけど、まあ、むっちゃんからしてみると、うん、その系図にすごい、まあ、無理が、あった。茨城のその神社の茨城の、まあ、清麿さんの、うん、系図ということですね、はい、で、いうことがありますよなんていうことが、うん、まあ初めの序文に、まあ、書かれているわけなんですね。で、それで、まあ、例えばどういうことに矛盾があるかといって、はい、まあ、分かりやすいことを言いますと、その茨城の竹内文書の中では、うん、まあ、日の丸、日本の国旗、はい、日の丸がですね、神代の時代かな、そういった時から、まあ、使われているっていうような書き方がされているわけなんですけど、うん、はい、実は日の丸というのは神代の時代に使われているものではないんですよ、はい、うん、神代の時代でもなければ、うん、奈良時代でもないし、うん、平安時代でもないし、うん、鎌倉時代でもないし、うん、室町時代でもないし、うん、江戸時代でもない。あ、江戸時代でもない。まあ江戸時代、江戸後期、はい、うん、比較的新しい。いや、めっちゃ新しいんです。かなり新しい。新しい。で日本のその2000何百年という歴史から言ったらまだ数百年。そう、だから神武天皇が日の丸持ってはいないんですよ。あ、そうですね。だけど、そういうね、うん、そういう間違いっていうのがね、うん、あったりするわけなんです。こちらの茨城の方が。そうですね。じゃあ、日の丸ってどっから来たかと言いますと、うん、はい、これは薩摩藩の軍艦。はい、軍船が、確かね、東京の品川区どっかに入ってくるときに掲げていたのが、うん、日の丸なんです。幕末です。しかも、日本全部ということではなくて、薩摩なんです。薩摩藩が使っていた。
で、後で、まあこうまあ、薩摩藩があの明治政府の中心にもなっていきますし、これにしようっていうことになったんだと思います。そこの詳しい経緯は分かんないですけど、君が代もそうです。え、君が代は君が代は薩摩で流行ってた歌なんです。これまた薩摩、はい、なんですね、うん、知らないことって多いですね。ですよね。で、だから、茨城の、うん、竹内家の中にはね、神々の名前に、あとね、天皇について、はい、神々の名前に天皇というふうに古文書の中で書かれてる、うんうんうん、なんとか天皇なんとか、ね、古文書というものの中で書かれてるし、そういうふうに呼ばれてるという記載がされてるんですけど、はい、あの天皇というふうに呼ばれるようになったのは、うん、天武天皇からなんですよ。方位はい、でだから神武天皇というのは後々にその、うんうん、あの天武天皇以降、うん、その位についた人を天皇という呼び方になったので、神武天皇の時に神武天皇とは言ってへんわけです。神武スメラとかそういうふうに言ったんじゃないですか。でだから主人の時もそうだし、うん、水人の時もそうだし、うん、大好きな仁徳とかね、仁徳ね、忠愛とかね、はい、の時も、うん、王人さんの時も天皇とは呼ばれてないわけですよ。なるほど、天武天皇から、ね、ということがまあこの本に書かれていて、天武天皇というのは何代目ですか。天武天皇何代目だ、50何代目ぐらいじゃないの。そんなに、ちょっと調べてみてください。はい、でも間違ってたやつ。そうですね。ええ、ね、で、あとですね、うん、これ茨城の、その、茨城県の、まあ、磯原ですね、の、三種の神器っていうのがあるんですけどね、はい、三種の神器があるんですけど、はい、三種の神器はね、うん、なんと、工藤さんに注文してますと。工藤さん、ね、工藤さんという方がいらっしゃいまして、福島県のいわき郡平町在住の工藤元吉さんという人がいらっしゃいまして、その昔、うん、大正の時代ですよ、うん、で、茨城の竹内家は大正13年11月に発注してるんです、うん、発注、ね、あ、わかりました。天武天皇の40代です、40代ですね、はい、40代ですね、はい、発注をしてるんですよ。どういうことですかそれ。だからこれ古の、うん、時からあったものではないですよ。ないですね。最初じゃ。なんですよ。で、だけど、もっぱらすごい、なんていうのかな、評判が良かったので、うん、追加注文されたり。どういうこと？いや、さ、どうか、僕書いてるわけ、そうやって。よくできてるぞと。うん、だからこのように、茨城の竹内家のご神宝というのは、うん、寝台ではなくて、大正時代に作られたものですよ、はい、ということで。という、うん、まあ、この記録はね、うん、内務省警察局保安課の資料として残っているということをおっしゃってます。ちゃんとそれはもうエビデンスを取られてる。そうです。で、で竹内清村さんという方が天津教といって、うん、この高祖皇太神宮の中で、うん、まあ、こういったことがうちは保持してるよっていうことで文書を出したりとかした、うん、はい、その人なんですけど、はいはい、彼はですね、明治7年に、うん、富山県の上川郡、うん、新保町、在住の権志郎さんの、家父、杉末さんと石川県の、小拍職の森山雄吉さんとの間に生まれたお子様だということで、竹内というのは全然関係ない。竹内家ではない、はい、竹内家ではない、はい、ということで、はい、それで、で上京してきてですね、うん、御嶽教、御嶽山の御嶽教ですね、はいはい、御嶽教に入ってその後独立して、うん、合資会社天津教を設立したというふうに、うん、まあ、書かれていると、はい、いうことな、うん、なんですよね。なるほど、はい、で片や竹内宿根という人はどういう人なのかということに、が記載をされているんですけど、謎の人物竹内宿根、竹内宿根といえば300歳以上の長寿の記録がある古代最大の謎の人物である。
この人物の子孫から曽我、木、へぐり、小瀬、葛城などの大豪族が出ている、もっと研究されていてもおかしくない人物なのだが、300歳まで生きたという記録によって架空の人物とされたり、曽我の有無かのモデルにして作られた人物であるという架空説まで出ているのだと。いや、子孫もいるのにと。むっちゃんは子孫やから架空だったら私は誰だと、誰だということなわけです。で、で架空にされては困りますよっていうふうに述べられてるんですけど、この竹之内宿根の出世というものですけど、竹之内宿根は第8代天皇光源天皇の孫、家主竹尾試の命という方の息子として生まれるということなんですね。だからここでまた一つ出てくるわけです、はい、第2代から第9代まで血子8代というふうに天皇のことを否定している、考え 論を立てている学者さんがいらっしゃるんですが、血子8代は血子8代では決してない、決してない、はい、なぜならば8代天皇の、息子の、まあ、孫にあたる人が竹之内宿根さんになるわけですから、はいはい、血子8代がいなかったら僕はここにいませんということになるということなんですね。だから、光源天皇の、光源天皇のひ孫にあたるわけですね。竹之内宿根さんは光源天皇の孫の家主竹尾心の御子の息子として生まれたと。お母様は紀州の国蔵の祖、渦彦の妹、山下の影姫、渦彦の妹ですね、渦彦です。あの渦彦だと思います、あの宇道彦と宇道だからうさぎの道、宇道だから、まあ、なんか関係、ああちょっとごめんなさい、あの渦彦とは違います。 あの渦彦とは違います、はい、のまあだから紀州の国蔵家の、あの娘さんと結婚をしたと、でいうこと で生まれたのは紀伊の国であるということなんです。でこの紀伊の国の和歌山、うん、生まれたところ僕行ってます。お、あ、私も行きました。行きましょう。これはあの熊野古道を歩いている時にですね、はい、ここのお社を、お供させていただいた日に、ここのお社のところは通っておりますね。私もちゃんと縁があるんだな。これです。ここ竹内神社とあります。でここは産湯もありますね、はい、これが産湯に使った井戸、はい、あれ違うの、違います、ね、これ横からの写真か、これ産湯に使った井戸、はい、がこれですね、うん、っていうところが実際に残っています。はい、生誕の地と、生誕の地というふうに書かれている、うん、まあ、あの、まあ、小さい神社ですよ、うん、だから竹之内宿根さんの生まれた神社が、うんうん、もうちょっと、ね、こうみんなが行っても良さそうなもんなんだけど、まあでもちゃんと残ってる、うん、すごく綺麗にされてます。保たれてはいましたけど、ね、はい、綺麗に、されています、うん、ということで、うん、で生まれたのは紀伊の国で、でお父さんの、竹尾心の、御子が、うん、慶光天皇の命令によって、阿鼻の柏原で天神知事の祭祀をしていたと。だからお父さんは、あの祭祀をしていた方ですよということなんですね。で竹之内宿根さんの、はい、業績の一つとして挙げられるのがですね、慶光、はい、天皇の25年にあたるときに、竹之内宿根さんは北陸東北の諸国を巡察されて、巡業されてます。見に視察をしに行ってるんですよ、はい、その時に、ね、で2年後に戻ってくる、2年かけて偵察に、偵察というのを行くわけですよね、視察に、はい、そしてその遠いの国、まあ、東の国には日高の国があります、はい、ここの人々は恵比寿と言いますが、はい、豊かでいい土地です。これを取りましょうこれを取りましょう豊かでいい土地だから取りましょう取りましょうというふうに、あの慶光天皇に言ってるわけですよ、うん、で慶光天皇はよっしゃということで行った人が、はい、大和たけるの御子です。そうなんですか。大和たけるの御子とその予行演習みたいなんで、まずは九州に行ってますけどね、九州に行ってで帰ってきました、うん、熊曽たけるの御子を打ち破って、はいはい、熊曽たけるの御子にガッて死にかけた時に、うんうん、お前に名前を
やるから。竹の御事あげるよって言って。まず竹の御事と名乗れ。でお前は大和の国やないから、うん、大和竹の御事になったわけですよね。うん、で帰ってきて、うん、でこの竹内宿根さんが東へとかあるから、うん、あの取りましょうって言われたから、うん、大和竹の御事は慶光天皇じゃあ自分の親父さんに、うん、お前行ってこいって言われるわけですよ。それで行くんですか、大和竹の御事は。ねで行ってきとで、まあ、途中で、うんまあ、名古屋の、に自分 の, あの剣を、うん、あの草薙の剣を置いて、はいはい、あそこの彦根、伊吹山に行って、まあ、そこで、まあ、傷を負って、のぼろで亡くなっちゃうということになっちゃうわけですね。うん、そうかそあの、73代続いてるから、いつの時代もいるわけですよね、その最初の時からね。宿根さんはね、宿根さんはもうずっと。もうずっとでもこれ初代の宿根さんに近いですよ、そうですね、これは。もう、うん、でも何代か目、初代いや、これは初代だと思います。初代の宿根さん。ただですよ、うん300年ということが、うん、あの長寿というふうに言われているので、うんまあ、そのことがどういうことなのか、うん、初代竹之内宿根さん300歳やから、うん、一般に言われているのは、うんで。それの、まあ、どういう仕掛けやったのかっていうのが、うんまあ、あるわけなんですけどね。うん、でまあ、そういうことをやった人ですよと。そして、まあ、竹という字が入ってるんですけど、竹っていう字はね、武将クラスの美少なんですって。美少美少、美しい名前。美しい、少、少っていうのは、少する。少するの少。美しく言う、あの、そうそう。伝えるというか、まあうん、そういう、名称の武将につけるときに竹ということをつける。だ竹内の竹というのもそういう、うん、あそうですか、うん、じゃ今もついてる方はそのあれを何て言うの気づいてる、ね、ている可能性があるわけですよね、うんでそれで慶光天皇51年の時に、うん宴会の時にね、うん、あの竹の慶光天皇が、うん、あれうちの息子と、うん、息子ね、竹、うん、あの、慶光天皇の息子と、竹の内宿根がいないんですよ。うんうんうん、あいつらどこ行ったと、うん、っていうことになるわけですよね。で、だから竹の内宿根と、うん、若たらし彦という息子がいなくて、うん、あいつらどこ行ってん、うん、というふうに、こう読んで、で問いただしたんですよ。二人やってきた。何やってたんやって言ったら、非常時に備えて警備をしてたんです。二、うん、人は、うんで。それで、関心やと、お前ら2人よう言うたということで、で、後にその若たらし彦は後に政務天皇になられる方なんだけど、政務天皇をその時皇太子にして、うんのね、あの後に政務天皇になる人を皇太子にして、うん、竹之内宿根を大君に任命をする。大君大臣、大臣って書いて大君ですね、うん、に任命をするということになったんですよ。で、それ以来ですよ、うん、それ以来、竹之内宿根さんは、うん政務天皇、中愛天皇、神空皇后、応神天皇、仁徳天皇の大臣として、国政を司るようになったんです、うんうん。なるほど。あの時に見張りに行ったから。見張りに行ったからこそ、中愛天皇。中愛天皇。まあ、中愛というかね、うん、そういう。役職というか、担ったわけですね。はい、それで、さて、一般の人はまず、うん、300歳という数字に戸惑うのだが、はい、それは日本書紀に書かれている年代を鵜呑みにしているからおかしいと思うのですと、日本書紀の書かれた年代の無理さっていうのは、うん私がここで論じる必要がないほど、いろいろ周知の事実になっていますよと。でこの場合竹之内宿根の関係性に着目すれば、彼が仁徳天皇の時代まで生きていてもおかしくないということが分かりますと。何しろ仁徳天皇の曽祖父、うんはい、ひおじいちゃんね、うん、曽祖父は大和武の命であり、うんうん、その弟が政務天皇なんですよ、うんうん、その政務天皇と、同じ年同じ日に生まれてるんです、竹之内宿根さんっていうの。あ、そうなんですか。なので、ひいおじいちゃん生きててもおかしないやん。うんうん、おかしくないです、ね。おかしくないやんか。うんうんうん、だから、全然無理のあることじゃないんですよっていう、何の問題もないんです。うんうん、だから、そういう関係性で見れば。その単なる年齢、言われてる年齢よりも、
その天皇との関係性とかを見れば、うん、無理はないと。だから、うん、日本書紀の年代の記述っていうのが、うんうん、ちょっとおかしかったりしてるみたいなんですね。うんうん、聖書みたいなものですかね。それで、またですね、正統竹内、文書、なんかむっちゃんの家の中ではですね、正当な方ってことですね、竹内家の中では、うん、暦があって、うん、それがですね、月読み歴という暦があります。月読み、月を読む。ええ、で、これがですね、1年が昔は2年だったと。1年が2年だった。ええ、だから、春秋歴と言われるものなんですけど。うん、今、私たちが1年と思っても2年と数えていた。はい、そうです、うん。だから、大晦日、うん、大晦日が2回あるわけですよ。はい、これ、6月に。うん、あ、晦日って言いますね。晦日ありますよね。はい、だから晦日2回ありますよね。ああ、でも6ヶ月を1年と。1年としたと。だからまあ春秋歴というわけなんですけど、うん、そういうふうに、神武天皇の以降の年代は古墳時代まではこれによっていた、うん、春秋歴によっていたために、うん、天皇がみんな長寿に見えていると、うん、はい、はい、しかももしかしたら365日じゃないかもしれないですよね。そうですね。200何日とかさ、100何日とか、うんうん、その可能性もありますね。どん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 と年齢だけは増えていくけど、うん、私たちの考える年齢ではないと。太陽暦じゃないからね、うん、太陽暦だったら365になりますけど、うんうん、月読み暦っていうのが、まあ、何日でなってるのか分かんないですけど、うんうん、そういうことも言えると思います。なので、竹野内つくねさんがそもそも長寿だった、はい、プラス春秋歴なんかと考えると、うん、そういうふうな年代まで多くの天皇に関わっていてもおかしくはないですよ、うん、と、いうことなんですね。まあ、こんなことがですね、いろいろ、書かれているわけなんです、はい、でこれをこういった、まあ、今日はここまでにいたしますが、うん、いろいろこの本のちょっと目次をご紹介をしますと、うん、竹野内宿根の謎の今ちょっとね一旦お話を、しましたが、あと正統竹内文書について、まあ、結氏八代は、実在をしたということですとか、キリストは日本に来たかとかですね、まあ、そういうようなこと、あと古神道の、秘義について、南朝と後南朝、織田信長の秘密、古武術竹内流のこと、竹の内宿根の復活とかね、そういったことがいろいろ書かれているのを、この、配信で少しずつご紹介をしていきたいと思います。すみません、はい、慎吾ちゃんもね、はい、当たり前のように知っていらっしゃることだと思うんですけど、はい、中にはご存じない方もいると思うので、はい、なぜ正統と言ってるのかっていうと、正統でないものがあるからですよね。茨城よね。で、その茨城ってスッて言っちゃいましたけど、うん、どういう、なんていうの、関係性というか、関係性はないんですね。関係性というか、何が正統で何が正統じゃないかっていうのをちょっとお話になった方がいいかな。で一番最初に言ったことなんですけど、うん、茨城に竹内家というのがあって、うん、称していると人がいてですね、うん、はい、でそこの竹内清村さんという人が明治の時代の人なんですけど、うんうん、その人が、これがこういう古文書が出ました、うん、ありますよっていうことを発表したんです、うんうん、でそれで、こんなのがあるのかということで日本中が大騒ぎになったわけです。もう明治の時代、うん、昭和初期の時代も大騒ぎになった、うんうん、で一旦収束するんだけど、それがまた戦後になってですね、うん、竹内文書というものがあるっていうことがまだ取り早されたんですよね、うん、はい、で竹内清村さんの作った神社っていうのが、高祖皇太神宮っていうのがありまして、はい、そこがまあちょっとメッカのように、うん、まあ、なりましてね、で今もそれは存続を、しているんですが、うん、そこが竹内文書が出たところというふうに言われているわけなんですよ、うん、でところがその竹内文書、竹内家というのは、いわゆる竹内宿根から脈々とつながる、家柄とは違うわけなんですよね、なので、正統竹内文書というのは竹内家のこと、竹内宿根から伝わる、家柄のことであって、一般に竹内文書、竹内文書と言われていることっていうのは竹内家とは違うことですよ。これちょっとはっきり言っちゃいますと、
偽ってことですか、そっちは。まあね、そう、そういうことになるんですかね。政党竹内文書というものはあるんですか。ないですね。ないんですよね、その口伝だから、うん、そういうふうに称してるだけ。称してる、うん、その文書はないんだと思います、うん、竹内政党、政党な竹内の宿根の、うん、家系の中に文書はないんだと思いますね、うんうん、むーちゃんの頭の中に、頭の中に全て入ってる、はい、はい、まあ、むっちゃんだけではなくて長老の人たちの頭の中に、はい、分割したものが入っていて、うん、でむっちゃんはその全てを網羅しているのが竹内宿根さんだという人だったということですね、はい、すごいことですね。そういう方とお仕事してたとでいうことはないですね、はい、ということで、はい、じゃあチャットを見ていただいてもいいでしょうか、はい、今日たくさんの方がご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとチャットをですね、見させていただきますよ。おー、もう最初からですね、いろいろ。クレハさん、こんばんは。クレハさんね、もう最初から、配信前から来てくださったんですけども、はい、むっちゃんのお話楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。セガさん、こんばんは。デキさん、こんばんは。こんばんは。あ、タダさん、こんばんは。ダルさん、こんばんは。まゆみさん、こんばんは。まゆみさん、こんばんは。はい、たきこさん、こんばんは。いつもありがとうございます。あ、うちの方、金子先生、こんばんは。あ、おめでとうございます。今日20年だったみたいです、財布が。はい、こんばんは。サンタさん、ご存命中に知りたかったですと。あ、ね、あ、そうか、その後にご覧になったんですね。YouTube かなんかでご覧になってきますよね。はい。でもたくさんね、V が残ってますよね。はい。山下由美子さん、こんばんは。ぬいぐるみさん、こんばんは。小林久美さん、こんばんは。こんばんは。むっちゃんと一度会いたかった。ね、本当ですよね。私は会ったん。でも会えただけよかったです。そして先ほどの筒井さん。筒井さん。こんばんは。しのぶ会で YouTube 流されました。筒井さんともね、むっちゃんの縁でお会いできたんですよね。はい、サリちゃん、こんばんは。クレアさん、むっちゃんファンの私が札幌で偶然慎吾さんに出会ったのもむっちゃんのおかげさまと。あ、そっか、はい。出会った方いらっしゃいます。札幌で、うん、むっちゃんがご縁でってことですか。むっちゃんがご縁、まあ言うたらそういうことなんやろうけどね。あ、むっちゃんがご縁で慎吾ちゃんを知ったと。はい。はい、そして、チャンネルむっちゃんさん。ありがとう。先ほどもご挨拶しましたけども、ありがとうございます。本当にね、私たち愛してますね。愛してます。はい。さゆりさん、チャンネルむっちゃさん。ね、あ、ドラメテさん、こんばんは。ドラメテさん、こんばんは。稲穂さん、73歳、むっちゃん。はい。トモミティ、こんばんは。小林久美子さん、正月の2日に再び YouTube が上がってから、毎日むっちゃんの YouTube を視聴しています。そう、むっちゃんね、たくさんやっぱり映像残っているので、毎朝6時、チャンネルむっちゃんってやってましたよね。今日は何の日かっていうのと、すべ、うん、ての天皇とか、すべ、はい、ての総理大臣とか、それとまた別に日本史のね、講義をされてるの、たくさん。うん、だよ、奇跡やもんね。前、6時からやってたやつなんて。むっちゃんがべーって喋り始めたら、軽トラがピーピーピーってバックしてきたり、鳥が鳴いたり。そうそう、スーパーカブがブリブリブリって言ったり、子供がキャーって言ったりとか。また奇跡やもん、ほんまに。なんだっけ、偶然は。偶然は神。偶然は神。偶然は神と、生前ずっとおっしゃってた。本当にそう、めっちゃ面白いですよね。はい。さゆりさん。今、むっちゃんの YouTube 見てもめっちゃ面白いです。そうでしょう。今見ても本当に面白いです。子猫、あ、子猫ね、あ、こねさん。金田さん、こんばんは。見てますよ。よろんとよろしくお願いします。4月ね、よろしくお願いします。はい。あ、まさちゃん、こんばんは。ぬひろみさん、いわきの平は、実家から1時間ぐらいのとこ。なんだろう、いわきの。いわきの平。その、なんか竹内家があるところかなんかですかね。なんだろう。なんだろう。はい。ということで、たくさんいただいております。はい、ということで、はい、ありがとうございます。はい、また、まあ、明日になるかどうかちょっと分からないですけど、はい、このむっちゃんの政党竹内文書の謎、やっていきたいと思います。ちょっと面白い。もう、この目次見るだけでは面白いですね。あ、岩手に代だったら、あれやね、清村さんの関係のところやね。
あ、そちらがご実家と、うん、じゃないかな。はい、はい、ということで、はい、今日もありがとうございました。それではまた、明日、配信いたしますので、よろしくお願いいたします。あ、工藤さん。ああ、その最初の神経を作った。最初の神経さんでした。む、はい、っちゃんも今日来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。それではね、明日もまた来てください、ね。明日もまたむっちゃん来てください。